京福電気鉄道モボ2001系電車は京福電気鉄道に在籍する路面電車車両。2000年の嵐山本線開業90周年、記念にモボ501系の置き換え用として登場した新・ランデンスタイルの車両であるとともに京福電気鉄道発のカルダン駆動車である。2000年から2両が向川車両工業で製造された。制御方式は VVVF インバータ制御を採用し、素子には2レベルイベット素子が使用されている。ただし、路面区間におけるブレーキ性能の安定性と、沿線への誘導障害対策の面から、回生ブレーキは装備されていない。主要機器類は、主電動機として、東洋電気製造性の 60kW のものを2機、駆動装置は WN ドライブを採用。 台車は FS94 を履いている。歯車比は72,11である。また、四条大宮、北の白梅町よりにこれも、また京福電気鉄道発のシングルアームパンタグラフが設置されている。運転台は両手、片手でも運転可能なワンハンドルマスコンを採用している。車体は、もぼ611系、もぼ621系。 モボ631型に準じた全面非貫通型15メートル級に扉の普通構成となっており、全面窓には1枚窓を採用し、全面窓上に全小灯を、下両側に標識灯を、左上に行き先方向膜を、右側にワンマン運転用のサイドミラーを装備している。ダークアイボリーで塗装され、前面及び側装下がダークグリーンで塗装されている。 車内にはロングシートを装備している。また、当初は運転代行部に乗車整理券発行機と料金箱が設置されていたが、2002年7月1日の均一運賃制以降、するっと関西導入に伴い、乗車整理券発行機は撤去され、料金箱には路線バス同様のカード処理機が取り付けられている。運用開始時から2001号車は、 運賃表示器と一体になった自疫案内表示器2002号車は運賃表示器と別になった自疫案内表示器が設置されていた。現在は2連の液晶モニターに交換され、自疫表示や現在位置、運賃などが表示できるようになっている。2001年3月に2001号車、同年11月に2002号車がワンマン運用で運転開始した。 2018年7月現在、2両が在籍し、嵐山本線市場大宮嵐山間、北野線北野白梅町片平の辻間の全線で運用されている。また、主要機器類などの違いから、他系列との並結ができないため、朝夕ラッシュ時や降落期の2両連結時は、もぼ2001系同士の2連で運転される。また、2両とも長らく、教師色へ、 塗色変更されていなかったが、2018年6月に2002号車のみ、塗色変更された。2001号車は、K、漬物盛り、ラッピングを継続していた。教師色へ、塗色変更される前の2002号車は、Do you, 京都、o t で、ラッピングが施され、ラッピング解除後に、短期ではあるが従来色のまま運用されていた。2018年9月には、K、 漬物森ラッピング塗装であった2001号のラッピングが解除されるとともに、教師色いと塗装を変更された。そのため、ほぼ2001型から従来塗装は消滅した。また、短期間、教師塗装であった2002号は、これと同時に2001号に変わり、K、漬物森ラッピングが施された。2001号車液晶テレビが設置されていた2002号車車内、ABCDE、 レールファン第49巻第4号、鉄道ともの会、2002年4月1日、13ページ。乱電公式ブログ内現在の永山電鉄が、軽福の路線だった時代に、抵抗制御のデオ300型が投入された事例は、あった。この実例は他にも筑豊電気鉄道、長崎電気軌道などが存在する乱電で、 紫のゆかりちゃんを運転中引く鉄道ファン railf.jp ランデンモボ2002自社広告鉄道ファン railf.jp ありがとうございます。